じゃあ、えっとえっとえっと、JDK10 があさって出るので、えっと、その内容について、まあス,カラえっと、スカラをやる人って何て言うんですかスカララーって言うんですか<笑><笑>ま<あ笑>決まってない <laughs>、まあ、あのスカラやってる人でも、まあ、知っとくべき Java10 の,あの新しいものについて話そうと思います。 でえっと、一応自己紹介ですけど、えっと、岸田と言いますツイッターは「アット奇スでやってますで、えっと、あと「岸田のハテナ」というブログをやっててたまに見てるっていう人が結構いたのであと、えっと、福岡に住んでて、えっと、LINE 福岡という会社でサーバサイドの Java のエンジニアをやってますなのでスカラーはほぼ書いてないというか何年か前にちょっと書いたぐらいですね でえっと、あとジ JK10 に関しては、えー、っと3月26日のジェイジャ a クのナイトセミナーでも話すのでもっとあの詳しくとかそういうのあったらそっちに来てください。で,です。えー、っとで JK10 があの、まあ、もうすぐ3月20日にリリースされます。 でえー、とこの間 JavaQ 出たばっかりでもう出るのかみたいな感じですけどあのリリースサイクルが変わって、えー、とで最初のリリースということになっていますで、えー、とさっきもちょっと,、えー、と別のセッションで話したんですけど Java の新しいリリースサイクルについて説明をしておきますんとまず、えー、と6ヶ月ごとに 新機能のリリースが行われます。で、えー、っと、三月と九月に出ます。で、今、三月なので、もうすぐ新しいフィーチャーリリースがあるということですね。で、えー、っと、メンテナンスリリースというのが三ヶ月、あっと、三ヶ月ごとに出ます。で、えー、っと、それはフィーチャーリリースとは別に出るので、合計で、だから、えー、っと、六回リリースが。 1> 1年に6回のリリースがあるわけですねで、えっと、4月と7月にあの3月に出た分のメンテナンスリリースがで、えっと、9月と1月に違う違う10月と1月に9月に出た分のメンテナンスリリースが出るっていう感じです。で、えっと、3年ごとにあのロングタームサポートっていうのが出ます。 でえっと、最初のロングタームサポートはですで、えっと、ロングタームサポートではないリリースについて、えっと、Java9 とか JDK10 と,と,とかはあのロングタームサポートではないので次のフィーチャーリリースが出たらもうメンテナンスリリースは出ないということになっています。 なので現実的には多分 JDK10 をプロダクトプロダクションコードで使うっていうことはな,ないと思うんですけどまああの新しく入った機能が欲しかったら、まあ、使ってもいいと思います。であともう一つ大きい違いは今までとの違いはオラクル JDK 今 Java 使うときにオラクルからダウンロードしてると思うんですけどオラクルの JDK というのは あのオラクルののお客さんだけけにに向けたものになりますなのでダウンロードリンクとかもあの一般には公開されないっていうふうになります。でその代わりオープン j d k を使いましょうというふうになっています。なのでまだ JDK10 はあのオラクル JDK が提供されているのでオー,あのオープン j d k のサイトでもオラクル JDK と オープンジェリー系両方のリンクがあります。で、えっと具体的なバージョン番号は、えっと次出るやつがジェリー系10で4月に出るのが10.0.1、7月に出るのが10.0.2で、えっと9月に出るのが11 LTS で、えっと10月に出るのが11.0.1 LTS。 1> で1月に出るのが 11.0.2LTS で3月に JLT12 が出るということですね。そんな感じで、えー、っとだから基本的には 1, 1桁1桁というか1つの数字か3つの数字でバージョン番号が示されてで、えー、っと一番最初が機能,機能のバージョン機能,機能のフィーチャーバージョンで真ん中がえー、っと なんか意味があるのかどうかわかんないんですけど、必ずこれはゼロになるということになってます。で、最後がメンテナンスリリースのバージョンですね。っていう感じです。で、えー、っと、j d k 10にはえっと12個の JEP があります。で、JEP、Java Enhancement Proposal。で、えー、っと、まあ、さっき調べたんで合ってるかどうかわかんないけど、スカラで言うと。 あのスカラー,イン,ーンインプルーメントプロセス SIP に該当するんだと思いますで、えっと、その全部のリストとかは OpenJDK、えっと、のサイトに書いてますで、えっと、その12個をちょっとカテゴライズしてみて、えっと、まず一般,一般の庶民には関係ないやつ JDK デベロッパーだけに関係あるやつが3つほどあって えっと、JP296 というのが JDK のリポジトリが今まで8つに分かれてたんですけどそれを1個のリポジトリにまとめるというものです。なので OpenJDK をビルドしたことある人がいたらあれあの結構面倒くさかったと思うんですけどリポジトリ取ってくるのが。これからはもうなんかあのマテリアルの コード1個でソースを取ってきてで普通にビルドするということができるようになってますでえっと304がデジコレクターアイテフェイスでえっと317がえっと Java で書かれた JIT コンパイラーですねでえっと Java ユーザー Java を書いている人に関係あるものとしてはあのまあ一番目玉機能であるあの286あのローカルバリアブルタイプインファレンス でまあなんか僕たち Java 書いてる人にとっては、まあ、一番でかいんですけどまあなんかみんなスカラーしか書いてない気がするので、まあ、Java で言語があの変わったって言ってもまあほぼ影響はないだから今まで、えっと、Java には型推論がないよって言えてたリスリ方ができなくなるというだけですね。<laughs> で、えっと あとは、えー、っとネイティブヘッダーを作る,作るためのだから JNI とかで C の関数とかを呼び出すためにあのネイティブヘッダー作らないといけないんですけどそのためのコマンド JavaH ってコマンドがあったんですがそれがいらなくなってなくなってしまっていてでえっと代わりにもう今すでに JavaC コマンド であのヘッダーかけるようになっているのでもうそっちを使えばいいということになってます。で,、えー、っとでこれが多分巣から使っている人にでも影響がある JEP なんですけど、まあ、JVM を使う人に関係あ,るありそうな JEP で、えー、っと6つ7つかあります。 で、えっと、パラレルフル GC、シー、フォージワン。とか、あとアプリケーション、クラスデータシェアリング。とか、スレッドローカルハンドシェイクとか。あと。アディショナルユニコートランゲージタグエクステンション。で、ヒーパーアロケーション。オン、アルタネイティブメモリーデバイス。とか、ルートサーテスピー、ルートサーティフィケイツ。と、タイムベースドリリースバージョニング。で、まあ、えっと、タイムベースドリリースバージョニングというのは、さっき、あの。 説明したリリースのサでえっとまあ一個ずつじゃあ,あ JP を説明してい、ま、きます。で、えっと、304のガベージコレクターインターフェースんなんかスペルミスしてるけどおお大変どう,どうしたらいいんだっけ ガベージコレクターのインターフェースなんですけどあのなんだろうあ一番下に書いたんですけどあの GC をユーザーコードからコントロールするためのインターフェースっていう意味ではないです。あのガベーージコレクターを作るための だから自分でガベージコレクター作ったときに JVM に突っ込むためのインターフェースですね。なのでガベージコレクターがあのモジュール化されたということになります。で、えー、っと今あの3つか4つガベージコレクションのアルゴリズムが JVM に載ってるんですけどあのこれか今 入ってないものでもあのエプシロン GC とか ZGC とかシナンドウとかそういったガベージコレクションが開発されていてで多分エプシロン GC は j d k 1 1で入るし ZGC もそのうち入るんじゃないかなと思いますしシナンドウはどうなるか分かんないまあそんな感じだから GC をいっぱい入れていくための準備みたいな感じですね えー、317、えっと、エクスペリメンタルなんですけど Java ベースの j i t コンパイラーであ,の、まあ名前の通り Java で書かれた j i t コンパイラーですで、えー、と今プロジェクトメトロポリスっていうプロジェクトがあって OpenJDK のプロジェクトがあって JavaOnJava だから Java で Java を書く GVM とかそういったものを書くっていうふうな プロジェクトが走っています。で、えっと、そうすると何か一番最初の起動をどうするんだっていう Java で書くとネイティブには動かないどうするんだっていう問題があるかもしれないんですけど、えっと、こ,こ,ここではちょっと説明がないですけど AOT アヘッドオブタイムコンパイラっていうのが今開発されていてだから今じっとあの実行時に Java コードは C コードに C コードっていうかネイティブコードに変換されますけどそれを事前にコンパイルするっていうのが開発されていますでそれを使えば Java で書いたものがもう最初からあのネイティブで動くっていう風になるのでそういうのを使って Java を Java を実現しようとしていますでな,なのでやろうと思えばもしかしたらスカラーで JVM の機能も書けるかもねっていう感じですねで えっと、いつもはここはもうちょっと話すんですけど今回ちょっと軽く説明すると、まあ、ローカル変数の型推論ですでだからあのあリスなんだろう変数の型とニューのところに同じ型を2回書かなくてよくなるみたいなそんな感じですね。で、えっと 言語士用的にはバーはキーワードになったわけではないですあの特別な型として導入されましたなのであのバーという変数をあの変数名バーという変数名提示することができるしバーというメソッド名も提示することができますただあのバーというクラス名はあの で,できないくなくっていますでもしかしたらまあこれスカラーでも影響あるのかなって思ったんですけど、まあ、スカラーでバーってキーワードですかねすでにじゃあもうスカラーでバーっていうクラス作ってないと思うので、まあ、それもあまり影響がないと思います。です。でえっとパラレルフル GC の G1GC 用のパラレルフル GC ですけど あの JDK9 で G1GC がデフォルトになりました。で、えっと、でその時点では今の時点あの JDK9 の時点では G1GC のフル GC っていうのはあのパラレルではなかったんですけど、あの JDK8 までパラレル GC がデフォルトで、でそれからあの。 G1GC がデフォルトの JVM を使うとフル GC の時に、まあ、動きというか GC の長さがわあの長くなってしまうので、まあ、移行をスムーズにするためにフル GCG1GC のフル GC もあの並列化されたということですね。でただまあ,あの基本的にはもうフル GC は起こらないようにしないといけないので、まあ、理想的にはこれはあの僕たちには影響はない。 はずっていうかそう,そういう影響がないようなセッティングで G1GC は動,動かしてますよねみたいなそういう感じですね。で、えー、っとあとアプリケーションクラスデータシェアリングというのがあって CDS っていうんですけどこれが JDK5 ですでに導入されていました。で、えー、っと要するにあのクラスファイルを読み込んでそれを解析した結果っていうのを あの同じマシンで動いてる JVM 間で共有するっていうものなんですけどでそれであのなんか2回目2つ目の JVM からは起動が速くなったりあとあの2つ JVM を立ち上げてもあのメモリーの使用量が2倍になるわけではないっていう風なのがあったんですがあのユーザーの定義したクラス まあ、かスプリングのライブラリーとかのクラスとか、まあ、あのスカラーのクラスとかそういったものはシェアされなかったわけですね。でそれがあの JK 点ではシェ,アさシェアできるようになったこれ、えっと、自動的にはシェアはされなくって何かフラグはいるはずなんですけどその辺りは多分10月のあ違う3月26日の 脆弱のナイトセミナーでえっ、ー、とくばたさんとかが話してくれるんじゃないかなと思います。でえっ、ー、とあとスレッドローカルハンドシェイク僕よく分かってないんですけどあの JVM があの今コールバックのところでなんかあのセーフポイントグローバルなセーフポイントを取らないといけなくてであのそれで全部のスレッドが止まってしまう。 けどこれによって1個ずつスレートが止めれるようになったみたいな話っぽいです。なので、まあ、スカラー動かしてても関係ありそうな感じではありますけど、まあ、意識することは多分ない気がします。で次アディショナルユニコードランゲージタグエクステンションなんか僕もよく知らないんですけど BCP47 ランゲージタグというのがユニコードにあってで あのいくつかもうすでにサポートされているんですけどあの新たに4つのサポートランゲージタグがサポートされたでえっと Java 多分スカラーとかスカラーで実あの独自にあのロケールとかそういうのを対応はしてないと思うので Java のロケール使ってると思うのであの などスカラーからも多分使えるようになる感じなんではないかなと思います。で、えっとあとこれが僕個人的には一番なんか面白いなと思っていて、あの今ヒープヒープメモリーってディラムにしかあの標準のディラムにしか割り当てれないんですけど、あの今あのノンボラタイルラム 不揮発性メモリがあの結構出回ってきてきいます 3D クロスポイントとかあのそういったやつがもう,もうすぐ多分いっぱいに使われるようになっていくのであのまあ多分その準備としてだと思うんですけど JVM の Heap をあのそういった不揮発性ラムメ,メインの DRAM じゃなくて。 こういった 3D クロスポイントとかそういう NVDIM とかそういったものに割り当てられるようにしましたというやつです。であとえっとルートサーティシフィケーツなんかあの証明書が OpenJDK には今証明書がなくってで OracleJDK にはあるんですけどまあえっと 今オープン j d k とオラクル j d k のバイナリーを同じものにするっていうふうな活動が行われているのであのそ,のその一環としてルート証明書もあのオープン j d k に取り込まれたということです。でえっとこれで大体の JEP は説明したんですけどあの変更は JEP だけではなくて API も結構変わっています。でえっと結構 大量には変わってるんですけど、まあ、プログラムを書いていて影響があるのはこのぐらいかなという感じです。でえっとまあリーダーっていうインターフェースがあってクラスだったっけえっとあってで今までリーダーからライターに転送するっていうのは API がなかったんですけどトランスファー2っていうのができましたと。でえっとはい何だっけ インプットストリームからアウトプットストリームっていうのは JDKQ であのトランスファーが入っていますで、えっと、次これが多分スカラー使っててもあの影響があるというか利用する機会があるかもしれないんですけどあのプロセス ID が Java の API で取れるようになりましたと。 であとはあのリストとかマップとかセットにコピーオフっていうメソッドができたりコレクターにトゥーアンモディファラブルリストとかセットとかマップとかそういうのが追加されたりみたいな感じです。でえっと次が結構いろんな人に影響がありそうなんですけどドッカー対応が行われたでドッカー対応でもまあ普通に Hadoop なり Spark なり ドッカーで今でも動いてるじゃんみたいな感じがするんですけどあの今までドッカーでどこのドッカーには CPU を2つ割り当てますとかやったとしても JVM からはあのドッカーの設定を見てなくってそのダイレクトにマシンの設定を見てしまっていたのでその CPU とかメモリーとかのリミットが無視されていたんですね。でそれがちゃんとあの の CPU の数とかメモリサイズとかをちゃんとドッカーで動いてるんだったらドッカーの設定を見るようになった。で VM オプションとして、まあ、いくつか設あの追加もされています。で他の変更としてまあちょこちょこ変更があってなんかあのケルベロスの設定とかが なんかイ,ンインクルード DIR になんか何とかコンフっていうのがあったらそれを読み込むとかあと d 3 2 D64 っていうオプションがあったんですけどあのもう今あの64ビットの JDK しか提供されなくなったんでもうこれ意味ないということで外されています。あと JavaDoc のタグ、まあ、これ Java を書いてる人用なんですけど。 JavaDoc で今はあのサマリーは1行目が自動的に設定されていたんですけどあのサマリータグっていうのが用意されて、まあ、複数行のサマリーが可能になったとあとポリリシーツーいやつがリムーブされていますあと最後のこれちょっと面白くって XML インプットファクトリーの「NewFactory」というメソッドがあるんですけどあのこれが今デプリケートされているんですね。 でそれが何か間違ってたってことで、えっと、デプリケートが取り外されましたまあそういうこともあるんだなみたいな感じですね <laughs> で、えっと、これで、まあえっと、JDK10 の変更、まあ、大体終わりなんですがついでに、えっと、JDK11 であの入りそうなものを説明をしておきますで、えっと 何だろうダイイナミック,クラススファイルコンスタンタこれちょっと中身よく見てなくてで、えっと、318エプシロンっていうやつがあのこれ本当面白くって新しいガベージコレクターが入るんですけどまた、えっと、これ本当に本当に面白いんですよ何もしないガベージコレクターっていうだからもうガベージをコレクトしないガベージコレクターですね。で何のためにこれ入れるかっていうとあのガベージコレクションの性能を 測りたいという時にじゃあどうやって測るか何と比べるかで今まであの他のガベージコレクターと比べるしかなかったんですけどあのこうやって何もしないガベージコレクターっていうのが入ることでその自分が作ったガベージコレクターが実際にどういう,うにあにパフォーマンスに影響するかっていうのが分かるようになるっていうことです。あとあのなんだろう まあ、あんまり意味がないのでだからあの処理が終わったらプロセス終わるのであの、まあ、それなりにメモリ確保しておけばガベージコレクション途中でする必要なくて、まあ、処理が終わったらもうプロセスごと落ちればいいのでこういうやつも使えるかなという気がします。あと、えっと、これが結構力使っている方にも多分実は影響があって JavaEE の, Java EE の クラスとかあのコルバの関係のモジュールが外されます。で、これどう関係あるかっていうと、あの JDK のサイズが20メガぐらい減るんですね。なので、あのどっかでダウンロードするとか、あの JVM を配備するとかそういう時のファイルサイズが下がる。で、まあ、作るものによってはスカラー使ってる人にでも、あのその JVM のサイズが減るっていうのはまあ、影響があるなと思います。 であとあのこれ言語仕様が変わるや Java の言語仕様が変わるやつなんですがローカルバリアブルシンタックス4ラムダえっと今あの今回入ったのがローカル変数の型推論なんですねでバーが使えるようになりましたよと。でただあの変数の型推論としてもうすでに Java8 でラムダが入っていてでラムダのパラメーターというのは型推論ができますと。 いいうふうふになっていますでただそこはえっと何も書かないか型を書くかどっちかでえっとバーは使えなかったんですよ。でラムダのパラメータというのはローカル変数ではないから。で、えっと、ただまあどうす型推論してくれるんだしそこに使ってもいいじゃんということであのついでにそこでもバーが使えるようになりましたと多分でもそれを使うことはない気はしますけども。 で,以上で,す、ね、でえっとあとだからえっと僕が今話すのに参考にしたリンクですえっと、まあ、3番目のは僕が書いてるので自分で参考にしたわけではなくてまて、あ、これを書くときに他のやつを参考にしたで一番上が JDK10 の,あの大元ですねでこれが一番あの 大事なな情報になりますで、えっと、2番目がこれ、えっと、サイモン・リッターさんという人がなんかどういうどうやってか分かんないけど全ての変更をまとめてで、えっと、いますだから、えっと、今話した内容をほ,ほとんどここの,あのここに書いてあることをまとめただけなのでもっとちゃんと詳しく知りたい場合はこのリンク見るのが一番いいと思います。 で,えっとまあ、でも109あるんですけど結構言語仕様が Java の言語仕様が変わっていて何だろうバーをあの導入するためにだからクラス名があのただのシンボルではなくな,な,くなってタイ,タイプなんとかになったんですよね。だから あのそのために何か型が書けるところが全てあの言語仕様が書き換わっているみたいな感じで変わってます、まあ、であとはそのまとめを書いたキーターですね。であと最後のやつがあの読ー対応についての話がまとまったものです。なので、えっと、ちょっと気になったら見てみるといいと思います。 ということで以上で、えっと、僕の発表、j リ k 1 0に関する発表終わりです。どうもありがとうございました。何か質問があれば。質問とかありますかね。何かなバほどね、ーークエスチョン。 どうもありがとうございましたありがとうございました